こんにちは、高橋秀樹です。さあ、今日はですね、これもパクリシリーズ、今日からあの昔自分で撮った、マイロン・ウォールデンっていうアルトサックスの人のフレーズ書いたのがあって、ちょっとそれ自分で書いたのはいいんだけど、全然何もそこからやってなくて、でこれが結構いいんですよ、えぐくて。パクりたいなと思ってたんで、ついでにこれを自分の練習がてらやっていきたいと思います。なんか Like a Flower Seeking the Sun っていう曲があるんですけど、それを、まあ、結構取れないんですよね、なんか難しくて。なのでまあそんな取れないような内容なら弾けないんで、取れるとこだけ取ったんですけど、あとコードも正解がちょっと分かりにくいんで、あの絶対こうだっていうの知ってる人いたら教えてほしいんですけど、まあとりあえず自分で取ったコードがこちらです。はい、という4小節が5段あるから20小節の曲ですね。それでなんですけど、まあそれでやっていきたいと思いますが、まあそう、言った通りほとんど最初の方取れなくて途中からなんですけど、まあ今日は、譜面の6小節目の Am7 のところ、この4拍分のフレーズをいきたいと思います。多分これオルタードみたいな、あ、まあ、雰囲気的にはこういうこんな感じの曲、かなりシリアスなサウンドで、これで、まあ、一周なんですけど、スイングになるんで、最後の E7 が多分 E7 のなんかこんな感じ の、 あのカート・ローゼン・ウィンケルが弾いてると思うんですけど、最後の方でちょっと謎なんですけど、まあ謎のまんま行ってみたいと思いますが、はい、それで6小節目の Am7 でこういきますね。1,2,3,4 こうですね、こっち入れた方がいいかな。 1,2,3,4 ちょっとピアノ弾きながらだとむずいな、まあ、こうオルタード的なサウンドの上なんですけど、ちょっと譜面見てください。はい、まず5度から始まるですね、これね。もうクロマチックですね。3度まで。半拍休んで、で、3度から、こういくんですね、これ。怪しいですね。まあ、オルターのスケールだったら5度入らないんで、アウトのフレーズみたいになるんですけど、まあなんだろうね、他のパーフェクトフィフスダウンとかだったら5度入るんで、こういう上だったらここまではインサイドですね。これですね、これメジャーセブンいってますね。ここがすごい。これは別にいわゆるあのビーバップスケール的なの
これじゃないですからね。これはイカレフレーズですよ、完全な。で、次なんか行くわけですけど、ほんとこれだけなんだけど、もうこれだけのとこにこんなのぶっ込んでくるんですね、彼は。ほんとすごいですね。なんで、まあ曲、他の曲で言ったら結構なんだろう、オルタード系のセブンスが続くと僕は結構困っちゃうんですけど、それも踏まえて対策しなきゃなと思って、例えばこういう ESB の E7 なんか何弾いたらいいかってなるけど、まあ、これなんかちょうどフィットしますね。こういうドミナントじゃない時のセブンスのフレーズ結構苦手で、まあ、これだったらこれ E7 が2小節続くからなんだけど、後半からいけばいいねよ。ちょっとここ待って、 1,2,3,4 つって、あ、1,2,3,4 つで、もう F メジャーいくみたいなとか、あとはまあキャラバンなんかもそうですよね。ずっと C7 がこのまま使いますね。ここメジャーセブン入れてと、まあほんの一瞬ですけど、まあこういうのを積み重ねていけば長いフレーズに、できるんじゃないですかね、セブンスの上で。ということで今日はこの辺で終わりますが、まだまだいっぱい撮ったやつこっちにあるんで、つってもまあ歯抜けですけどね、ちょいちょい聞こえなくて撮ってないんですけど、やっていきたいかなとは思います。それでは皆さん、あ、もう今日はメリークリスマスですね。メリークリスマス。チャンネル登録よろしく。